になりました。午前様様月曜日、お相手は高橋光也、やったで、アニア総八です。おはようございます、桑原しおりです。いやー、昨日は本当いい試合になりましたね。はい、カープにとって高橋光也ね、はい、3年ぶりの選抜でね、そうよく5回持ちましたよね。そうでしたね、頑張ってくれましたよ。はい、もうみんな喜んでますよ。いや本当ですよ。一の倉さんも昨日はクロンの2安打3打点、966日ぶり先発高橋光也投手の5回無失点と復活組の活躍と地元マウンド栗林選手の回答で今シーズン日曜日初勝利、ほっと一安心です。いや本当ですよね、最近ずっと日曜日負け越しが多かったですからね。今シーズンは勝ってなかったんですよ、日曜日に、はい、で勝ったからちょっとご機嫌ですね、やっぱり。いや本当そう、はい、ね、爽やか爽やかあの椿さんが、アニヤさん昨日の解説お疲れ様でしたと、うん、高橋光也投手が手当に下がった時は心配しましたが、また投げられてよかったです。5回1安打無失点のナイスピッチング、期待の左投手の復活ですね。ただ大丈夫ならアニヤさんがおっしゃった通り対左打者なんで、もう1イニング生かせてあげたかったですねと。いや本当、はい、その通りですよね、はい、あの高橋光也投手途中ちょっとこうなんかアクシデントがあって下がったじゃないですか、はいはい、まあ、結局無事に戻ってきたんですけど、あれは何かよ、だから、ね、キャッチャー相澤から、はい、あの歩み寄っていったんですよね。だからあのボールがちょっとこうあの時全般的に高く浮き出したんですよね、はい、だからちょっと調子が肘か肩の手術の後とかあるじゃないですか、はい、それを心配して相澤が自分から行ったんじゃないかと。ああなるほど。で一回ベンチで様子見に下がって、また上がってきたんじゃないかなという気はしたんですけどね、だから何でも僕見とってどっかこうね、ねじったとかおかしいいうのはなかったですから。なんかアニヤさんの解説聞きながら私もテレビ見てたんですけど、あんまりそういうなんかこうね、アクシデントになったような、なったような気はなかったですね、ないように見えましたけどね、はい、はい、なんかデイリースポーツの記事を見てても、まあ、下半身のアクシデントっていうようなことは書いてあるんですが、まあ、詳しいことはよくわからないですね。そうですね。でもあのぐらい後を投げたんだから、はい、だからね、そんなアクシデントなかったんじゃないかな。まあまあちょっとこう相澤選手のこう気遣いというかね。そうだと思いますけどね、はい、でもそういう気遣いがあるっていうのも素晴らしいですね、ね、まあベテランキャッチャーですよ ね、はい、ただその高橋光也投手ってめちゃくちゃ忍耐強い人なんですってね。あ、そうですか。なんかね、今日の中国新聞の、あの休園のところを読んで私びっくりしました。なんかね、子供の頃小学校2年生の時ですよ、はい、あの昼休憩のドッジボールでどうやら手をちょっと痛めたみたいで、うんうんうん、家に帰ったらもうすっごい腫れてたんですよ、右手が、はいはい、でお母さんびっくりして病院連れて行ったら骨折してた。へえ。昼休憩で骨折してドッジボールで、そのまま家に放課後まで我慢して何食わぬ顔して帰ってきたって。右手でしょ。右手みたいです。ですよね、右手。左じゃなくてよかった。いやいや、そういうもんで、まあ、そりゃそうですけど。いやいや、そりゃそうですよ。そりゃそうだけど、はい、小学校2年生が、まあ、手のどこのあたりが骨折か分かんないけど骨折してて平気な顔して帰ってきますか。ですよね。授業ずっと受けて終わって帰って、家帰って初めてお母さんが見てびっくりしたいことですよ。本人からは言ってないんですよね。いや、もうその見た、ね、お医者さんとかもよく我慢したねって感心するぐらいか。そういうことですよね。それしかないですもん。いやだってもう大泣きでしょ。で2年生で私骨折したことないんで分かんないけど。いやいや、ピッチング見とってもね、はい、やっぱりひょうひょうとして投げるから、はい、あの芯が強い子やなあいうのは受けますよね。確かにあんまり表情は変えないですね。変えないですね、はい、すごいわーと思って。アニヤさん万が一骨折とかしたら。そうですね、うん、僕もあの小さい時ね、うんうん、何回か腕あの肘骨折折れた時もあるんですよ、はい、だからいまだに八重との跡が。うわだから僕も左手だったからよかったんかもしれない。そうですね、はい、じゃあその時泣きませんでした。いや泣かないですよ。あれちょっとはライバルし、はい、高橋光也投手。いやいやいや、そりゃそうですよ。あんだけ今言われてね、わしが泣いた言われた言うたら。いやいや、でも2年生すごいなと思って。ですよね、大したもんだ。そう、あともう一つ私すごいなと思ったのが、あの、まあね、昨日両親がご覧になってましたけどね、うん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 、試合見に来られてましたけど、はい、あのお父様がね言うにはよ、その息子は
高橋光也投手は人の悪口を一切言わないと、自分が悪いんだという感じ、うん、どういうことかな。だから責任感強いのか、芯がしっかりしとるのか。なんかついね、人のせいにしたい時もあるじゃないですか。ありますよね。いやいや、大体多いんじゃないかな。そっちの方がよ。ねえ、はい、とか、まあ、悪口というか、まあ、愚痴っぽいこととかも言っちゃったりしますよね、うん、普通ね。あるある。そういうのがないんでしょうね。すごいね。すごいわ。正直者なんだ。いや正直者、まあ、素直ですね。はい、まあ、なんかこう何か悪いことがあったらまず他人を責めるより自分に反省点がないかを考えるんでしょうね。はいはいはい、どうですかこれ。今もうちょっと今みんなちょっと節目がちになってますよ。うちのスタッフも大人としてどうだろうと自分の胸に手を当てて考えたら、そうそう、自分と比較するのから。そうそう、あら、人のせいにしてるな。大体しますよ。しますよ、ね、はい、僕らもします。しますよ、ね、はい、まあ、心の中で思っても、まあ、口に、もしかしたら思ってても口に出してないだけかもしれませんけど。そういうことですけど。いや、でも出ますよ普通身内だったら。だったら ね、こう将来的にはね、やっぱみんな引っ張っていける、うわ、そう、キャプテンになったら一番いいかもしれない。そうですね、はい、そういうタイプかもしれません。いや、でもただそれだけ強いとね、なんかこう、うん、ちょっと寄り添ってあげる人がいないとしんどいでしょうね、彼もね、と思いますよ。だからうちにね、コメントを言うことがね、うん、ね、ご両親にもなかなか出さないぐらいだと。そういうこと。相当どこで出すんだろう、はけ口はどこだろう。でもよかったよね、うん、お父さんお母さん呼んで、はい、うん、ナイスピッチングができたから。そうですね、お母さんがね映ったんだよテレビ、はいはい、したらねもう拝んでるもんね。そう、指くんでね、はい、んで、もうお祈りするような感じだったんですよ。そうそう、私もこれが母心よ。そう、始まる前とね、はい、でアクシデントがあったじゃないですか。そうその後パッとこう、はい、スタンドが映ったら、うん、やっぱね同じように、わかりますよ、はい、指組んで願い事みたいな感じが受けたんですね。まあ、思い出したのかもしれませんね。あ、子供の頃からあの子はね我慢強いのよ、怪我してなきゃいいけどとかね、そういうことですよね、思われたんでしょう、はい、まあ、でもいい姿をねとりあえずは見せられた。そうそう、その後また出てきてね、はい、5回まで勝利投手の権利まで投げたんですけど ね、惜しくも勝利投手になれなかったんですけど、うんうん、まあよく投げましたよ。よく投げましたね、はい、はい、そしてクローンも良かったですね。よくないよ。え、あのエラーから逆転されて勝利投手逃がしたんだから。確かに確かに、で6回のね、まあ、中田蓮が投げとる時ですけど、打撃は良かったけど、そうそうそう、確かに守りの方でありましたね。何でもないゴロやったから余計にそうだよね、まあ、それを払拭するかのように本人、ね、また、うん、最後は二塁打二打点でね、うん、返しましたから、逆転しましたからね、はい、まあ、そこでね忘れてました私も。あのシーンありましたね。まあ、でもそれがまたいいとこですね、野手もね。そういうことです。ミスってもまた取り返す、うん、やっぱミスしたら取り返してやろうって、うん、バットで取り返してやろう、あとまたファインプレーしてやるからいう感じですよね、うん、それがお互い様ですから、ね、なんかアニアさんもやっぱりこういうシーンはいっぱい、いやもう何回も経験 してましたね、うんうん、その時に悪口言ったりとかはしてないんですね。しないですね、はい、だからまた行きますよとか、先輩だったらもう一回そこ行きます、うん、はい、そういう風に後輩言ったらまた行くぞ、うん、今度ファインプレッシュくれよって、はい、声かけます。はい、いいですね、そのなんかあっさりと前向きな声かけ。いや本当ですよ、まあね、うん、ぐちぐち言っても始まんないですよ。そりゃそうですよね、はい、はい、まあ、そうやってねこう気分の切り替えもできた試合だったんでしょうね昨日はね、うん、マニアさんも解説日に逆転勝利、ね、そうですよね、よかった、うんうん、なかなかねちょっと日曜日の勝ちがなかっただけに今日は本当嬉しいですよね、え、うん、昨日負けとったらテレビ終わってもうそのまま寝込んどるかもしれない。もし逆転負けとかそんなことになってたらね、そういうことアニアさんもがっかりになってたところですが、うん、今日は晴れてね気持ちいい朝を迎えました。そうそう、なので皆さんもね気持ちいい話題などどしどしメールファックスもお待ちしてます。まあ1週間で見るとね2勝3敗ということで負け越しにはなってしまってますが、そうですよね、うん、はい、でもまだ貯金がね一つあるんだから、はい、はい、貯金が5分以下になったらダメです。借金するようになったらダメですから、まだ貯金があるんで、はい、5割だったら十分。そうですね、はい、はい、さ
さあそれでは今日のメニュー行きましょうか。今日の午前様会議はこのご時世いろいろと我慢の限界と感じている方も多いかもしれません。まあいろいろとね自由な生活じゃないですからね。そうですよね、はい。まあ、そこで今週のテーマは限界ラバーズでお送りします。皆さんが限界を感じたエピソード、ギリギリだったエピソードなどなど教えてください。例えば映画を見ている最中にトイレに行きたくなった時、我慢できる、多分もう中盤、まだ我慢できる、よし終盤と考えながら見た結果、結局映画の内容が全く頭に入ってきませんでした。ああ、我慢はダメですね。そういう我慢はダメでしょう。これありますね。あります。思いのほか映画が長かったりしたら、まだトイレトイレトイレしか考えてない。いやいや、僕らもねテレビ見とって野球見とったら、はい、インニングのねやっぱこう、あ、ランナー出た、あ、これ抑えよう言うてトイレ行きたいけど、はい、それやっぱ見ますもん。わかりますね。そういう時に限って誰かが声かけて、長いんですよ。そうもうなんかあのコーチとか駆け寄って言ったら、いやちょっと今じゃないって言ったらすぐ始まるからね。だからなかなかすごい悩ましいね。そうわかる、その気持ちわかる、すごいわかります。アニアさん解説で今のところ大丈夫ですか。僕はね一回も行ったことないですよ。途中でこの長い解説人生の中、はい、今まで一度もトイレに途中でだからあんまりそれ喋りとないんで、何、うん、かのクイズがまたあった時に使わないか大丈夫ですよ、みんな忘れます、すぐいや本当本当、だからここでもそうでしょ、トイレ行かないでしょ。行かないですよね、はい、アニアさんこの番組まず行かないですよ。はい、いやいいんですよ、あの行っても、いやいやいや、我慢の限界、もう限界超えたら大変ですから。それはそうですよ、もうそのまま漏らしておきますからそれになるとね気持ち的にダメージがありますからね、はい、気をつけてください。でその他ファミリーレストランでドリンクバーに行った小学生がコップギリギリまでジュースを入れてそーっと帰ってくる姿を見ると、そんなにギリギリまで入れなくてもいいのにと思ってしまいます。そうですよね、うん、子供はだいたいそうやるでしょうね。わかりますね、はい、だから普通ついでゴッと飲んでからまた入れればいいんですけどね、はい、そうだけどこうなんかやっぱり飲み放題とかだとこうちょっと何回もいけるのになぜかギリギリまで入れない。そういうことです。得する気がするんですよね。ですよね、まあ、そう考えたらあのビールを継ぐ時も絶対ギリギリまで継ぐじゃないですか、泡が切る、泡をね別にあれ、ね、それでこぼれるぐらいならギリギリまで入れなくていいですよね。そういうことです。腕がないのに下手くそなくせにやっちゃいますよね、あっと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 。そうそう、でもあの泡が好きな人が殺すね。僕はもう泡はあんまり好きじゃないですけど、なんかあの泡を口につけて飲むのがこういいんじゃないですからしいです、ね、気持ちがなんかこう、はいはい、みたいな。僕はダメですね、ない方がいい。泡、あんまり好きじゃない、まあ、ヒゲについちゃいますからね。そうそう、あ、泡、はいまあ、などなど今週は限界ラバーズをテーマにメールファックスをお待ちしてます。10時20分頃からはアニア総八の直球勝負、先週のカープの戦いをたっぷり振り返りましょう。11時台は人生の知恵袋冠婚葬祭編、沈没の大臣の香炉晴美さんにお聞きします。冠婚葬祭に関する質問やエピソードなどがありましたらお寄せください。コーナーでお便りを紹介した方には大臣のギフトをプレゼントします。午前様様月曜日、では朝の運試し午前様クイズです。このコーナーはおいしい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りします。クイズは今週のテーマ限界ラバーズにちなんで、今日はアニアさんから出題します。それでは問題です。はい、まあ限界言われたらね、今なんですけど、はい、僕はカープで尾形監督時に3年間臨時コーチしましたよね、はいはい、そうですね、はい、その最後の年に、はい、いっぱいこうもらったんですよ。もらえもあのユニフォームとかジャンバーとか、はは、いろんなアンダーシャツやら、はい、でそれをねやっぱこうまあ今限界までやっとることがあるんです、はい、限界まで使ってるってことですか。使ってます。え、ギリギリもうそろそろいいじゃろうっていうぐらいまで頑張って使ってる、はい、え、それ何かってことですか。そうですね。なんか野球用具一式もらいましたからね。そうですよね、皆さん全身そのカープで揃えてらっしゃいますもんね。そうそうそう、コーチとかも皆さんね、
それこそその赤いあのアンダーシャツって利用しがいがありそうなんですよ。そうそう、あれ僕は散歩の時ね、ええ、時々着てますよ。ああ、はい、あれいいですよね。はい、汗す、うん、あの吸い取ってくれるんですからね。ね、多分こうやっぱりスポーツ用品ってこう質がいいから、はい、ね、いい感じがしますけど、でもない。まあ、いろいろあります。キャップとかね、カープの帽子とかね。そうそう、帽子もね。まああのカープの帽子僕が普段かぶって歩くわけないからですからね。いや確かにアニアさんがね、カープの帽子かぶって歩いてたらもう漫画みたいで面白いですけど。いやいやいや。やっぱりあのさすがにかぶりにくいですか普段。かぶれんですね。OB の方で普段カープのキャップかぶってる人いらっしゃらないですか。いないでしょ。そういえばいないですね。うん。やっぱ OB はねかぶれんですよ。さすがに赤だったらね。さすがになんかアピールして歩いてるみたいですね。自分自身をね、そうそう、うん、ここにアニア総八ありみたいな感じになる。案外かぶりにくいですね。かぶりにくいですね。ああ、じゃあ帽子じゃないな。帽子では絶対ないですね。ないですね。さあ何でしょう、アニアさんが尾形監督時代にね、臨時コーチをされてましたけれども、その時、まあ、ユニフォームなど、まあ、カープグッズ一式を、はい、まあ、支給されるんですよね、はい、コーチもね。それを、まあ、今も、まあ、使ったりしてる。結構、してます。もう、ギリギリ、もう、限界まで。限界結構今、使い込んでるらしいんですが、一体何を使い込んでるんでしょうかというのが今日の問題です。ぜひ皆さん、メール、ファックスでお寄せください。メールは、gozen@rcc.net、gozen@rcc.net です。番組のホームページからも送ることができますので、そちらもご利用ください。ファックスは 082-221-3300、082-221-3300 です。クイズの答えと、おところ、お名前、電話番号を書いて送ってください。番組へのお便り、アニアさんへの質問も同じところです。応募の締め切りは、この後の天気予報が終わるまで。クイズ答えの発表は10時の頭。当選者は番組のエンディングで発表します。クイズの正解者の中から芳醇天然かけ醤油ボトル減塩タイプボトルと季節のおすすめ品を1名の方にプレゼントします。皆さんどしどし番組に参加してください。午前様クイズ、このコーナーは美味しい食事は健康のもと、川中醤油の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、月曜日 RCC 第2スタジオからアニア桑原コンビで11時40分まで生放送でお送りします。天気予報です。 RCC ウェザーセンターの音藤良平さんです。音藤さん、はい、おはようございます。おはようございます。なんかこのところ寒いですよね。昨日は特に寒気がね流れ込んで、まあ寒かったですし、ちょっと急な天気の変化もありましたね、はい、でその影響で朝もちょっと冷えてはいたんですが、はい、この後はしっかりとこう寒気抜けていきますので、天気の急変今日はなさそうです。あ、そうですか、はい、しっかりと高気圧に覆われますので、はい、一日を通してよく晴れそうです。降水確率も 0% ですので、まあ、黄砂や PM2.5 も少ない予想となっています。まあ、カラッと洗濯日和と今日はなりそうです。で気温も全域で20度前後まで上がる見込みで、まあ、昨日よりも5度以上高くなるところが多くなってきそうです、はい。まあ、昨日よりも朝は冷えて日中は高くなりそうですので、1日の気温差は大きくなりそうです、なので脱ぎ着せやすい服装などがおすすめです。そうですね、はい、で今週ですけれども、はい、晴れる日が続く見込みです、また気温も先週よりも高くなって、特に明日以降は25度以上の夏日となるところもありそうなんですよね、なので日中は半袖でも過ごせるような陽気となってきそうです。なのでしばらく大きな崩れはありません、はい、また台風2号ですけれども、現在猛烈な勢力でフィリピンの東をゆっくりと北上しています、はい、で週後半に沖縄の南で進路を東寄りに変えて小笠原諸島へと向かっていく見込みです、はい、ですので県内での直接の影響はない見込みです、ただまあ週末多少雲が増えたり、朝の気温も高めになったりと暖かい空気が入ってくる見込みです、あとアニアさんのね、もうご地元のこう沖縄の方ですね、はい、ちょっと週末ちょっと近づく可能性ありますんでね、ちょっとお知らせいただければなと思います、はいはい、
なので最新の情報は、ね、確認していただければと思いますが、今週県内は大きな崩れありませんので、しばらく暖かくちょっと暑いぐらいの陽気となってきそうです、ね、あの明日からマツダスタジアムでヤクルト戦なんで、はいはい、試合は大丈夫ですね。試合は3戦問題なく行えそうですね、はい、ちょっと先週や先々週よりもちょっと暖かい中での試合となりそうなので、まあ、多少、ね、帰る時の上着だけは準備していただければなと思います。そうですよね、ナイターですもんね。そうですね、夜ちょっと冷えますんでね、お願いします。でもなんか見やすくていいですね。じゃあ気候としてはね。そうですね、だんだんこうね感染しやすくなる季節になってきましたね、そうですね。今注意報などは、はい、現在北部に濃霧注意報が、南部に乾燥注意報出ていますので、火の取り扱いご注意ください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は RCC ウェザーセンター音藤良平さんでした。お便り様様です。メールファックスご紹介しましょう。ウェブリンカーさんから、昨日タケノコご飯を作り美味しく食べました。お隣へお裾分け。畑では絹さや文道豆がぐんぐん伸びています。そろそろ夏野菜の苗を本植えしようと思います。いいですね、この時期の旬の味わいですよ。そうですよね、はい、タケノコご飯結構ありますよね、タケノコ料理って。そうですね、あの、はい、天ぷらも美味しい。天ぷらも美味しいですね。今ね、よくタケノコ並んでますから、スーパーとか行くと、はいはいはい、うん、結構値段するんでしょ。いくらぐらいかな並んでるのは見たけど値段までチェックしてなかった、ね、まあまあまあ、でもね、うん、新鮮なものだから、あの、まあ、あるからね、大きさありますからね、それぞれ。でもなんかちっちゃいのはちっちゃいので、あ、これ柔らかそうだなとか思いますよ、ね、まあどっちか言ったら小さいの好むね、うん、僕は。私も柔らかいの好きですよね緑のやすくん、日曜日にカープが勝ってくれて、久しぶりにすがすがしい朝を迎えました。ドラゴンズに勝ち越しで貯金1。野村祐介くんも2軍でいいピッチングをしたみたいですし、松山選手も実戦復帰、新外国人投手2人も間もなく合流するみたいですし、恋の季節到来ですね、と。いや、本当そうなってほしいですよね。うん、そうですね。はい。それからね、カルガのペイさんは、カープカード勝ち越し良かったですね。昨日のテレビ解説はアニヤさんだったので安心して見ていました。失敗したけど、堂林のスクイズもズバリ予想が当たってました。あとはコウスケの復調ですね。これから毎試合アニヤさんの解説でお願いします。100勝できますよって。いやいや、108勝ですから108勝ですね、アニヤさん。ジュヤの金で本当、まあ、でも解説の日に勝つっていうのはほっとしますね。やっぱ、うん、気持ちいいですよ、はいはい、今シーズンは今のところどうだか、ね、3勝1敗、うん、開幕戦大瀬良負けたでしょ、 あれだけ。あ、じゃあいいですね、やっぱり。アニヤさんいつも勝率いいんですね。去年もね、あんだけ地元で勝てなかったのに、うん、僕は率良かったですからね。じゃあちょっとアニヤさん多めにね入ってもらえたらありがたいんですけど。ですよね、社長に言うとかないから。そうですね。それで決まるもんなのか分かんないですけど、解説。秋生まれのおばちゃんは、今日4月19日は、葉月選手の21歳の誕生日ですと。うん、そうなんですね。おめでとうございます。この間ね、スタメンで出て2安打しましたからね。そうですよ。うちの娘と1歳違いなので、おこがましくも、もう我が子同然、親目線で見ておりますと。葉月選手だけでなく、大森選手、矢野選手、中村翔成選手と勢いのある野手の若手の活躍に頼もしさを感じますし、今後もどんどん出てきてくれると思うと楽しみしかありませんねって。ですよね、ピッチャーも野手も結構若い選手出てますもんね。そうですね、はい、この1週間結構ね、若手の頑張りが見られましたから。ありましたね、はい、はい、21歳ですか。可愛いですよね、葉月選手。いつ見てもなんかこう。そうそうそう。こう、ちょっと、なんかまだ初々しさが残ってて。残っとる残っとる、彼はね。はい。はい、一生懸命さが良くて、うん。もう我が家では勝手に、葉月ちゃんだって言ってます。あ、今日葉月ちゃんが出てるよって。みんな大好き、はいはい、葉月ちゃん、葉月ちゃん言って、勝手に言ってますが、誕生日おめでとうございます。引き続き皆さんからメールファックスをお待ちしてます。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。今日は呉市立阿賀小学校4年、川崎和子さんの作文を紹介します。タイトルはピーちゃん。ピーちゃん、
阿賀小学校4年、川崎和子。私は赤星インコを飼っています。名前はピーちゃん。ヒナの時から飼っているので、成長がよくわかります。ピーちゃんは寂しがり屋です。ピーちゃんを家から出すと、すぐ足の上や肩に乗りたがります。乗れないとピーちゃんがジュッジュッと怒ります。今は声で嬉しいか怒っているかがわかります。ピーちゃんにマッサージをしてあげるとピーちゃんがピーピーと小さな声で泣きます。嫌な時はジュッジュッと泣きながら噛んですごく痛いです。いつも母さんとピーちゃんの取り合いをします。二人がピーちゃんこっちにおいでと言ってどっちに来るかをやります。いつも私の方に来ます。母さんが、ワコは時々しか世話をせんのに、と言います。ピーちゃんが噛んだり悪いことをするので、私がダメよと言ってもわからないので、ピーちゃん語で私がジュッジュッダメよと教えます。母さんがまだ赤ちゃんだからわからんのよ、と言います。母さんがいつもワコちゃんとピーちゃんを間違えるので、いつも私が違うと言います。私の小さい時と同じと言われます。だから、ピーちゃんがもっと好きになります。いいですね、かわいいですね。いやいや、本当は僕も取り方ことあるんですけどね。やっぱこう、肩とか手に乗ってくるとね、はい、頭まで乗ってきますからね。だから、かわいいですよ。でもすごいですね、なんかこう、声なんか分かると様子が ね気持ちが怒っとるかそう喜んどるかいうのが分かるいうことすごいですよね。すごいでマッサージしてあげたら、はい、やっぱり喜ぶいうことですよ ね、はい、なんか嫌な時はジュッジュッってなんかね言うんですね。へえ。やっぱあ噛むんだ嫌なことがあったら痛いって書いてあるんですもんね。やっぱり ねやっぱり鳥もね感情を表しますからね、うん、はあ。でもいつまでも書いてねピーちゃんと仲良くねそうそうそう、はい、生活してくださいね。お母さんと取り合いした、ね、そうそうそうしてほしいですね。今日は呉市立阿賀小学校4年生川崎和子さんの作文を紹介しました。明日は広島市立瀬野小学校2年生野田明穂さんの作文です。お楽しみに。午前様会議。今週は限界ラバーズがテーマです、まあ、限界ギリギリまでっていう話ですね。そうですね。キジンアンキさん、私電池式のポケットラジオを愛用しています。昨日外出前に電池持つかなーと一瞬頭をよぎったのですがそのまま出かけました。そんなことはすっかり忘れてカープ中継に耳を傾けておりますと8回表ワンアウト満塁バッターはクロン、ファールであっという間に追い込まれドキドキ、ピッチャー投げたクロンビー、一番いいとこで電池に限界が来てクロンの逆転ヒットの瞬間聞きそびれました。いやちょっと手抜きしたんだよね。いやでも電池もギリギリまで使いたいですよね。やっぱり そりゃそうですね。全部使い切りたいとなったらこういうことが起こるんですよ。だから余分に持って歩かないかんのかな。じゃあでももうそれもう持ち歩いてももう入れ替えてる瞬間に入れ替える間に終わってる、ね、ってますよね。打ったんね。そうね、これはちょっと不運でございました。でも後から結果聞くのも楽しみがあるから、はい、よかったんじゃないですか。逆に本当ですか、どうなったかなあ、いう、まあね、はい、もうでもどうなったかなと思ってやっぱり打っとったんか聞き逃したっていう悔しさが募りますけどね。そうそうそう。北枕のワニさん、ズムスタでの観戦中はあれやこれやと飲むあまりどうしてもトイレが近くなります。それでもカープの攻撃は見逃したくないので限界の限界まで我慢します、うん、トイレとの距離を徐々に詰め、ギリギリ見えるところへ陣取ります。そしてチェンジするや否や、よーいドーンと駆け込みました。はいはい。今でもトイレでもラジオが流れてるじゃないですか。そう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 。そうなんですけど、うん、まあ見たいんでしょうね。まあまあ生でね。そうそうそう、はいはい、その瞬間をね。そう。はい、まあ言った以上それ、いやそうですよ、当たり前ですよ、ね。まあ観戦しに来たんだから、はい、うんうん。そうですね。
これはでもね、男性だからいいんですけど、やっぱり女性はね、トイレに行ったら行列ですから。らしいですね。どうやってもね、はいはい、難しい。ギリギリまで我慢したらもう、うん、もう大変。大変ですね。大変です。ちょっと余裕を見て。だから3回、5回、7回の、あの、グラウンドを整備するじゃないですか。その時間を見て、さっと行けたら一番いいんですよね。だからでも、あの、要するに5回は CC ダンスがあるじゃないですか。はいはい。だからあれやりたいでしょ。ああ、はい。で、あと7回は、あの、今はまあですけど、風船があるでしょ。はいはい、だから、あそこ避けると6回が多いんですよ。はいはいはい。もうみんな一緒なんですよ。あ、ここで来たか、やっぱりな、みたいな。大体行列の時間帯が一緒。うんうんうん、タイミングが。わからんこともない、ね。そうそうそうなんですよね。蛇使い座さん、野球部でキャッチャーだった私、試合中に腹痛が襲いました。うん、皆さんご存知の通り、キャッチャーとはその行為をする座り方に似ているので、体が出そう出そうとするんです。うんうん、本当にその守りの回の記憶がないんですが、動かないようにストレート要求ばかりしていたのは覚えています。しまっていこうと言いながら、しまってくれ、俺しまってくれと願っていました。はい、だからね、ああいう時はね、肩膝、はい、つけばいいんです。ああ、なるほど。そうですよ。そしたらまあちょっと体勢は変わりますね。全然大丈夫です。そんなもんですかね。肩膝ぐらいで我慢できるかな。いやいやいや、それは、まあまあ、まあ、それよりはね。もろにね。まあね、もろにあの力が入らないから。座り方したらいかんですから。ね、だから片膝つけばいいんですよ。じゃあ今後もしやった野球することがあって、そうそうそう、キャッチャーすることがあったら、うん、片膝、はい、ついた方がいいですよ。片膝つき始めたら、ああトイレ行きたいんだなってみんなにバレるかもしれないけど、それはそう、それもうバレてもしょうがない。しょうがないですよね、うん、じゃあ誰かにちょっと変わっとってくれや言うわけにもいかんのだろうからいや、そう思うとキャッチャープレッシャーすごいですね。すごいですよね。辛いですね、はい、まあ試合中だったら全部辛いですよ。あの守りついとったりしたら、うちの母親もこの間、選手はトイレ行きたくなったらどうするんかねってすごい心配して言ってたんですけど、うんうんうん、でもどうだろう、行けますよね。タイミングによっては選手はチェンジの時でも行けるし、ねね、ただピッチャーとかその時はちょっと心配ですね、まあ、あのやっぱもう休憩があるじゃないですか、うん、チェンジになってベンチにいる、その間にやります。行けますよね。ただ、一番それを心配してくれるんだったら審判なんです。本当だ。審判の人は、はい、もう最近は、あの3回5回7回の間にパッと行く人もおるんですけど、昔はそれが行けなかったんですよね。だから大変やったみたいな。そうですね、はい、考えたら審判ずっといますもんね、うん、はい、そういうところも見ていくとね、裏話いっぱいありそうですね。ありますよね。あの、はい、限界ラバーズということで、なぜかちょっとトイレの話題が多めですが、あ、そうなるんじゃろうね。あの他のギリギリ限界の話でもいいですからね皆さんお寄せください。午前様会議、その2は11時5分頃からです。赤いさすらいハンターさん、僕の作文、私の作文、今日も心が温められました。今日の作文でお母さんが飼っている鳥と娘の名前を間違えるというのがありました、はいはいはい、うちも黒という名前の犬を飼っていました、うん、ワンちゃんの名前が黒、はい、で私が嫁を両親に紹介した時、母親が涙ぐみながら、黒ちゃんが彼女連れてくる日が来るなんて。感動のシーンが爆笑のシーンになりました。あれから17年、久しぶりにあの当時を思い出しました。本当ですよね。ワンコだって、クロちゃん。犬と間違えられたら。これあれですね、あの、挨拶に来たお嫁さんも、あれってなるでしょうね。びっくりするでしょうね。お母様、クロちゃんはワンコでございます。突っ込んでいいものやらどうやら。ね、難しいところよね。ねえ、はい。ほのぼのするわ。タカブランカさんからね。今朝の生島博さんのラジオに田淵光一さんが出演されていて、うん、いいピッチャーというのは歩き方がすごくいいんですよ。金田さんなんてもう左腕を上げたらそのまま投げられるような歩きでしたよとコメントしていました。どういう意味ですかって。まあ、だからやっぱ堂々として
マウンドに上がっとったいうことじゃないですか、自信持って。でも歩くときからもう姿勢はね、姿勢がいいっていう、はい、そういうことです。下向いて歩かないいうことでしょ、うん、なんじゃないですかねと思いますよ、うん、調子いいときはどうしてもそうなってきますからね。アニアさんもそんな感じですか。だと思う。自分じゃ分かんないですけど、調子いいときはもうそのままシュッともう右腕で上げたら、はい、まあ、うん、だったと思います。あ、でもそうかもしれないですね、うん、はい。歩き方、こういうのもちょっと注目して今度見てみるのもいいかもしれないですね。いいかもしれないですね。はい、はい、高村寛さんありがとうございました。まもなく9時55分です。ニュースです。10時を回りました。アニア総八さんと桑原勝利がお送りしている午前様様月曜日です。この時間は午前様クイズ、おさらいからいきましょう。今週の会議のテーマ、限界ラバーズでアニアさんから問題を出しました。アニアさんが尾形監督時代にね、カープの臨時コーチを務めました。その際にカープグッズ、ユニフォームなど一式支給されるんですが、それをまあ今もずっとアニアさん、まあ、使っていると。限界になるまで結構ボロボロになっているという、はい、ギリギリまで今使っているんですが、一体何をねボロボロになるまで使っているんでしょうか、はい。ビンゴのもっちゃんはね、歩くときに、散歩のときに手が寒いので手袋のグローブをずっと使ってるんじゃないか。ああ、そうですね、はい。まあ、手袋、今軍手みたいな手袋ですね、はい、どっちか言ったら、はあはあ、手袋は、ええ、あ、アニアさん今使ってるのか。使ってるの。だからカープの分ではない、ね、ないですね、はい。あれ、カープからもらう分は革ですから、ね、まあ、あの革も、まあ、おしゃれっちゃおしゃれかもしれませんけどもね。確かに、のんき母さんはユニフォームをパジャマ代わりに使っていたけど、さすがにあちこちが傷んできたんじゃないでしょうか。まあ、寝るときはね、パジャマは着ないですから。そうです、アニアさんはまずいらないです、パジャマが、はい、朝起きたら、起きてから着るんですそうですね、今日もそうやって今日も、はい、今の時期はいいですね。そうそう、はい、ちょうどいいんじゃないかな、気候的にはちょうどいいかどうか、それはちょうどいいかどうかって不思議な感じですけど、うん、まあ、アニアさんにとってはちょうど気持ちいい、そうそうそう、今気持ちいいですよ、はい、来ましたね。はあ、あのユニフォームもちょっとアニアさんが普段着にするわけにいかないですね。うん、できないですね。ああ、はい、アニアって書いてあります？書いてある。コーチのも書いて。書いて、僕のは書いてないです。コーチのは書いてないですね。はい、書いてなかったです。スキマハンターさんは、カープのバスタオルがボロボロになってきたんじゃないか。ああ、そうですよね。バスタオルとか結構使いますもんね、タオル系は。畑ママさんは、ソックスじゃないか。野球小僧の次男はソックスをめちゃくちゃ破くのでトホホでした。何度も何度も当て布をして縫い直していましたと。ああ、ソックスね。そうですよね。僕もやっぱ縫って、破けたら、穴開いたら、縫って使ってましたよ。まあね、はい、結構ありますけど。そういうことです。はあ、まあ、特にスポーツやってるとどうしてもつま先とか、擦れたりしますよね。かかととかね。はい、ソックスも支給されるんですよね。さ、はい、もらいます、うん。赤いソックス。はい。だから、あれ、時速ぐらいくれるんかな。おお、はい。ソックスも利用しようと思ったら、結構できますね。できます、できます。まあ、ちょっと離れて。いやいや、僕は履いてますよ、朝の時は。あ、ソックスも履いたりしますか、はい、赤いソックス。はい。キジンアンキさんは、リーグ優勝の時の記念のお酒を限界ギリギリまで舐めるようにちびちび飲んでいるんじゃないでしょうか。ああ、それやったらいいですね。はい。酒ないんですよね。おかしいな。おかしい。リーグ優勝の記念、お酒はないんですね。でもあれがありました。リングが、チャンピオンリング。はいはい、あれ、あれ素敵でしたよね。そうですよね。あれ最高見せてもらいましたけど。ね、はい、あれは、まあ、使うことないですかね。ないですね。いや、ある指輪してたら、羽生さん何の指輪ですかそれって、もうみんな注目ですよ。そうそう、いやいや、怖い。怖い。さすがに、うん。福山の舘ひろしさん。グローブを熱燗を取り出す時の鍋つかみとして使っているんじゃないでしょうか。グローブか。グローブね。ですよね。今もうね、僕ら時代はグローブも自分で全部買ったんですからね。今全部、スポーツメーカーから、くれるじゃないですか。アニアさんの時代はまだ自分で買ってたんですか。買ってましたよ。あ、そうなんですか。そうですよ、だからソックスも6足もらったら足りないですよ、はい、1年間、そうです、ね、アンダーシャツも半袖が2枚、はい、長袖が3枚かな、はあはあ、で5枚しかくれないから、あとは自分で買い足し追加、はい、
そうなんですか。それは洗濯も自分でやるんですからね。あ、まあね、当時そうっておっしゃってましたけど。あら、グローブも、バットも当時。バットも。バットも、だから何本かは支給があるんですよ。ああ、まあでも折れたりすることありますもんね。そういうことです。はあ、なるほどね。今はね、もう、まあ、そうそう、メーカーさんがついてて。メーカーがもう全部スポンサー契約みたいな形でやってますよね。あの、刺繍とかも入れたりしますよね。そうそうそう。みんなそうじゃないですか。メーカーさんがやるのかちょっと分かんないですけど。まあ、どこがやっとるかは分かんないですけど。まあ、もしかしたら頼むかもしれないですね。はい、よく知ってる方にっていうのもあるかもしれませんが。うん、はあ、なるほどね。じゃあ、なかなかグローブ鍋つかみにはできないですね。ああ、できないですね。大事な。ああ、大事ですからね。はい。それで熱燗飲んだら、なんかちょっと皮のいい匂いがしそうな気がします。そうそうそう。さあ、いろんなご意見いただきましたが、アニアさんが臨時コーチ時代に支給されたもので、今、ギリギリまで使っているもの、正解は何でしょうか。まあ、うん、今も履いてるんですけど、はあ、靴。靴？赤い靴。赤い靴？はい。あ、カープのみんな、あの、コーチも選手もみんな履いてるじゃないですか。あの靴。あれを、じゃあ、ウォーキングで使ってるってことですか、はい、朝の散歩で使ってます。そしたらね、もう2年ぐらいずっと履いてるんです。そうですね、緒方監督の時代だったもう経ちますもんね。うそうそう、それをずっと履いとって、かかとがね、もう、すれ減って、もうそこが見えるんじゃないかいうぐらいまでまだ履いてる。で、あの、やっぱ周り、女房もね、はい、あの、孫も、はい、ジジもうかかとが減ってる歪んでるよさすがにでも、うん、まあ捨てるわいう口じゃ言うんだけど、朝、はい、起きて、玄関散歩行くと玄関出たら、やっぱりその靴履く履いちゃうんですか、はい、へもうだから本当にもう穴が開くまで履こうかな。うわ、でももうあれでしょ、裏がツルツルになりますね。もうあの滑ります、雨降りは。危ないじゃないですか。危ないけど、ゆっくり歩くようにした。何のためのウォーキングか。いやいや、本当本当。はあ。でもね、やっぱずっと履いとったら愛着かな。ええー。うん、なんか履きやすいんですよね。確かにあの、ランニングシューズとかも、買い替え時が難しいんですよ、うん。こう、後ろがツルツルになるともいけないなと思うんだけど、でもちょっとこう、なんか楽なんですよね。そうそう、足に馴染んでるから。馴染んでるからね。はい。だから、あの、表面はものすごく、綺麗ですもん。確かに。かかとだけですか。ってそうですね。靴ってもう、はい、もうスニーカーとか大体そこが痛むからしょうがなくって感じですもんね。そうそうそう。ああ。へえ。え、でもそれ一足だけなんですか、アニアさん。いや、まだあるんですけど、はい、まだまだ使える間は、もう本当の限界、限界ギリギリ。いや、もう着とるんだけど、まだ完全に靴下まで穴が開くぐらい。ね、だから要は、雨の日に歩いたらもう水が染み込んできたらおしまいですよ。そうそう、その時はもうやめるかもしれない。穴が開いてる証拠だから、はい、そこまでは頑張る。頑張りたい。へえ。でも、ね、靴って私あのスニーカーとかじゃない普通の靴ですけど、なんかね片足だけ私足がスースーすることがあって、あ、なんか私体温調節右と左でおかしいなと思ったら穴が開いてた。あ、靴に、うん、はは、全然気がつかない、ちょっとちっちゃいのがこう破れてて、はいはい、そことの間がペロッと剥げてて、うん、ああなるともうおしまいですね、やっぱりさすがにね、はい、うん、でも意外に気づかないもんですよ、うん、ちっちゃい穴だと、穴やったらね、さあ、じゃあアニアさん、それいつまでその靴を履き続けるか。そういうことですね、だから散歩にもし見かけたらかかと見てください。そうですね、靴のかかと、あの勝手にかかとが浮いてる、あのなんかダイエットシューズみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、バランス取るのに今ね、最近流行りがね、だからアニアさん、あんな感じで今歩いてるってことですね。そういうことになるかな。体幹が鍛えられてるかもしれないですよ、うんうん、いや本当本当、まだ愛着があるから。まあ、マニアさんまだまだ長生きして、あの、ウォーキングしなきゃいけないから、あと、残ってる靴を大事に大事にするためには、そうそうそう、もうちょっとギリギリまで。ギリギリまで使う。さあ、というわけで、やっぱりね、正解者いらっしゃいました。あ、そうなんだ。まあ、マニアさんがウォーキングされてるの知ってるから、はいはい。まあ、そこかなというね、靴っていうことで、クイズの当選者は番組のエンディングで発表します。皆さんありがとうございました。スポーツ一直線、まずサンフレッチェから行きましょう。お父さんからいただいてます。昨日川崎フロンターレ対サンフレ戦行ってきました。関東にお住まいの方ですね、はいはい、王者川崎に一方的に押し込まれ、なすすべなく後半0対2に。ところがビデオ判定で肉眼で分かりにくいオフサイドがあったとされ、 2点目が取り消し、するとスタジアムの空気が一変、まるで1点取り返したかのように猛攻に転じるサンフレとズルズル守りに入る川崎、0対2が1点、1対1になるのは時間の問題に。
ほどなくサントス選手の突破から森島選手のゴールで同点、そのまま引き分けで勝ち点ゲット。ビデオ判定で試合の流れ、結果も変わった一戦でした。いや本当ですよね。うん、やっぱこういうの大きいですね。大きいですよね。はい、はい、そうサンフレッチェね、アスカ君はね、水曜日は名古屋グランパス戦、昨日は川崎フロンターレ戦と無敗相手のアウェーゲーム満載でした、連戦でした、名古屋戦は無失点を続けていた相手の崩せず0対1で敗戦、川崎戦は猛攻を耐えて森島選手の得点で1対1のドロー、アウェーゲームの王者相手で勝ち点1を前向きに考えましょうとね。いや本当ですよね、はい、いただきました。川崎は強いですもんね。そうなんですよ、負けがないんですから。そう、まあここに同点だったっていうのはもう本当大きいですね。ですよね、大きいですね、はい、これは、はい、だって昨日のその川崎の試合で言うと、おあれですね、シュート数は川崎がね20で広島は5なんですけれども、同点ですからね。いや本当よかった、はい、なんかいつもこうシュート数が上回ってるのになかなか点が入ってないんですよね逆やったんですけどね、今まではっていうのがあったんですけれども、そうそう、ちょっと昨日のでサンフレッチェが流れが変わってきそうな気もしますね。順位的にはね7位ですけどね、はい、ね、いい感じにこれはちょっと大きな一勝だったんじゃないかなと。いい方に行ってくれればね、はい、最高ですから。うん、サンフレッチェ今度はですね、水曜日ルマンカップがありまして、うん、第3節ホームで仙台と対戦します。そして土曜日がホームで福岡と対戦、こちらがリーグ戦ですね、はいはいはい、となっていますので、ちょっとこう順位をねじりじりと上げていってもらいたいな。そういうことですよ。はい、それからね、少しこちらゴルフの話題も。背番号31カークラウンドさん、男子ゴルフツアーの東建ホームメイトカップで呉市出身の金谷拓実選手が優勝しましたね。金谷選手は熱烈カープファンとのことです、うん、東北福祉大学の先輩松山英樹選手に続いてほしいですと。いやその通りですよね、2人でねオリンピック出てほしいですね。うん、なんかそういう風に誘われてるらしいですね、うん、松山選手から。中国新聞の記事にもありましたけれども、先日の、ね、マスターズを制した松山英樹選手が東北福祉大の先輩に当たると。先輩ですからね。なんか第2ラウンド後に電話で東京オリンピックで一緒に出ようぜと激励されたんです。はいはいはい、声かけてもらったんだ。まあ、そういうのも力になった。ああなりますよね、逃げ切りで勝ちました金谷選手、うん、素晴らしい、素晴らしいですね、はい、はい、今後の活躍期待できる。今22歳ですもんね、うん、まだまだこれからですもんね。これからですね、はい、はい、そして野球の方で言いますと、吉浦のスポーツ大好きさんが、はい、皆さん今季の阪神タイガースむちゃくちゃ強いです。藤浪投手が昨シーズンは何だったのと思うぐらい活躍していますが、去年と今年でアニアさんから見て一番変わったところはどこですか。そうですよね、やっぱ精神的にね、もう最後いうのを自分で追い詰めてるとこがいいんじゃないですか。なるほどね、はい、うん、もし今年ダメだったらトレードかなんかあったと思います、ね、可能性としてはね、はい、あ、そこに危機感を感じた。そういうことですよね、感じたと思いますよ。でもそれが良かったのか、まあね、頑張ってますもんね、はい、まあもともと物はいいのを持ってるんですから、はい、そうですね、あとは精神的なね、強すぎたかもしれませんね、精神的に。なるほど、はい、だからやっぱり、そっちの方があれして、やっぱピッチングがまあまあならんかったんじゃないかな。強すぎたのがちょっと裏目に出てしまってたのかもしれない。そうですよね、今まで、はい、はい、だからやっぱりまあいい選手ですから、まあ、取り戻したらそれ一番怖い。怖いし、はい、阪神は強いですね。今年は強いですね。アニアさんが言った通り阪神強い。今年は強い、ね、本当強い。投打のバランスがねものすごい取れてますからね、打つし、ま、守るし、はい、ちょっとね、まあ、この後直球勝負のコーナーでは阪神戦についても振り返りますけれども、うん、なんか勝てないですもんね。そう、全くですもんね、相性の悪いピッチャーばっかりぶつけてきてやがるんですからね。なんかわざとみたいな、まあそんな気になりますよ。なんかこれこのローテーションがずっとこう同じとこ来たら嫌だなと思って。そうそう、だからそれでだから1週間に大体1週間空いたら
大体同じローテーションになりますからね。しますからね、はい、ちょっとこうずれてほしいんですけどね。そうそうそうこっちとしてはまあもうちょっとしたらずれてくるんじゃないですか ね、いずれなると思うんですけれども、はい、うん、まあなんたって阪神7連勝ですよね。貯金が2桁あるんでしょ、なんか阪神で先制して、阪神が先制して大山選手が打ったら必ず勝ってるとかいう、ああ、まあ、なんかそういうデータというか今シーズン、うん、らしいですよ。なんか今朝なんかテレビでやってるの見て、それはもう絶対先制させちゃいけんし、もう絶対止めないけんね。そういうことです ね、 ね、はい、はい、今波に乗ってる阪神戦、まあ、次ちょっとね、次当たるときは、まあ、彼が打ち出したのもカープからですからね。もうダメ、調子に乗せちゃダメ。カープで最初にホームラン打ってからあれから乗ってきたんですからね。目覚めさせちゃダメなんですけどね、まあ、でもカープもね、まあ、あの昨日の、ね、ような勝ち方もあるから、そういうことですね、ちょっと乗ってきてますからね、はい、次は負けません。まだ貯金があるから大丈夫です。以上スポーツ一着戦でした。ではこのコーナーです。アネアソハチの直球ショー。このコーナーはアニアさんがカープスポーツの話題を中心に本音で熱く語るコーナーです。カープは先週阪神中日と戦って2勝3敗という結果でした。では1試合ずつ振り返っていきます。まずは火曜日は雨のため試合が中止となりましたので、水曜日からですね、はい、14日水曜日甲子園球場で阪神と対戦して0対6で敗れました。うん、森下投手がスライド登板したんですけれどもね。ですよね、まあ初のスライドだと思うんですけどね、ちょっとこうストライクボールがはっきりしてましたね。ちょっとらしくないと言いますかね。いや本当ですよ、はい、まあ、やっぱ森下でもああいうことがあるんかなあいうのは感じましたね。はい、うん、5回投げて6安打、はい、2ホームラン三振1しか取ってないんですよ、フォアボールが2つ、うん、5失点、はい、負け投手ですから ね、 ちょっとね、内容的にはもう最悪なパターンだったで、スライダー系がねちょっとこう抜けたんですよね。ほうほう、あれが心配やったんですけど、うん、その心配がその通りになりましたからね。ありゃどうなんですかね。2回なんかもねツーアウトからなんですよね、はい、フォアボール絡んでのやっぱ失点、はい、ホームラン打たれてますからね、ホームランとかやっぱりこう打たれてるいうのはツーアウトからフォアボールとかね安打打たれて失点が多いんですよね、はい、なるほど、はい、やっぱりフォアボールいけませんね。そういう時のね。そういうことですよね。フォアボールいうのは本当まあどのチームも同じですけど、フォアボールから失点いうのは目立ちますね。そうですね。はい。はい、まあ森下投手ってね、こうマインドも精神的なものも強そうなイメージあるから、まあ今回のこの負けってそんなに引かないのかな、後を引かないで立ち直れるのかなという気はしてるんですけども。そうですよね。だからやっぱこう今まではそれが我慢できとったんですけどね。やっぱ4回もそう、先頭打者を出して、うん、やっぱ四球を与えてから、阪神のルーキー、佐藤にツーランですからね。あれ痛かったですよね。ちょっとね、はい、この日は難しかったですね、うん。うまく立ち直れなかったかなという。そういうことです。はい。まあやっぱホームランでやられたい感じですね。うん、まあそうですね。はい、その日は。はい、そうですね、うん、まあこういうこともありますからね、うん、次の登板にものすごく期待したいですよね。そうですね、はい、これは打線もね、そうやっぱもう、うん、まあ、全く西にもう手も足も出ん感じですもんね。西投手ね、はい、今年は大丈夫と思ったんですけどね、最初の時 ね、 そうですよね。だけど この先週はちょっとねやられちゃいましたね、うん、いい対策ってあるんですかね。やっぱね、僕思ったんですけどね、うん、インサイド結構使ってくるんですよ、はい、そのインサイドを見せてやっぱ最終的には外なんですよね、はい、はあはあはあ、だからやっぱそういうのをこうまあ今度はね対戦するときは山張ってみたら面白いんじゃないかなと思うんですよね、はい、だから鈴木誠也なんか特にそうですよ、はい、徹底してインサイド見せて外にポッとこう沈む球とか、はい、おー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 、スライダー系で三振が多いんですよね、うんうん、ええ、打ち取られるケースもあるんですよ、はい、だからそういう面ではもう徹底してインサイド攻めてきますから、うん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 、このピッチャー、ええ、それを狙うか、なるほど、その後の外の球を逆方向に打ち返すか、うんうん、みんなねなんか振りにいっとるんですよ、あで引っ掛けて内野ゴロとか、ええ、ポップフライが多いですからね、うんうん、逆方向徹底して狙っていっても面白いんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど
ね、はい、それで攻略したいですね。そういうことですよね。はい、だから背負ってしたりね、うん、イライラさすことが大事じゃないかなと思いますね。ね、はい、次こそはです。はい、そして、翌日15日木曜日も阪神戦なんですが0対4で敗れました。うん、まあとにかくずっとゼロ更新だったんですよね、このあたりはね。まあ本当ゼロが続いたですね。はい、2試合連続完封でしょ。3試合連続の0。3試合か。はいはいはい。ですよね、結局。いやもう本当たまらんですよね。うん、ピッチャーもそうですけど、首脳陣がたまらんでしょ。そうですね。ですよね。ねえ、はい。どうにかしてやりたいの。もう逆に焦ったら余計その深みにはまったいう感じですもんね。そうでしたね。うん、まあこの木曜日は、徳田投手の先発だったんですけれどもね。うん、4回7安打、はい、2ホームラン、3三振、4失点ですからね。うん、初回もツーアウトからやられたんですからね。はい、やっぱ大山に、ランナー出して。やっぱ大山打ったらダメ、絶対勝つんですよ。と言われてるんですよ。ね、いや、本当ツーランですからね。いやだな。はい、ねえ、そうですね。また、この日は、また2本目のホームランも、4回に、新人佐藤に、うん。佐藤選手打ちますよね。打ち出したんですよね。はい。すごいですよ。これカープに強いですか、ね、いや、カープ戦でものすごく打ってるんですね。だから。いや、よく打つなと思って見てて。はい、いや、まあ、とこだもね、はい、僕、投球内容はね、うん、そんな悪くなかったと思いますけどね。はい、やっぱこう、ちょっとこう、ストライクボールがはっきりして、うん、大山に打たれた球なんかね、はい、打った方を褒めるべきですね。あ、なるほど。はい、スライダーがちょっとこう真ん中寄りですけど、コース的には低めで、はい、見逃せばボールじゃないかな、ボールだと思うんですよ。うん、それをうまく運ばれましたよね。あ、なるほど。まあそれはしょうがないっていうぐらい、大山選手が良かった。良かったですね。はい。なるほど。じゃあ、まあ、徳田投手はそんなに、まあ、悪い感じじゃないから、うん、内容は悪くはなかったと思うんですけどね。だから、笹岡監督もね、もう一回チャンスをやるいうことですから。そうですね。はい。次は、次こそは頑張ってもらいたいですよね。はい、まあ、秋山投手ね、相手の阪神の。そうここもね、ちょっとカープ弱いんですよね。いや、本当阪神にね、ものすごい阪神のピッチャーに相性が悪いんですよね。だからやっぱこう、西にしても、秋山にしてもね、自信持って投げてるいう感じですもんね。なんかそこになんか気持ちから持っていかれてるから0点なんですよ。そうそう。ゼロなんですよ。特に西なんかね、ニタ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 して投げとるから、腹が立ってイライラするんですよ、見とってもね。ねえ。うん、もうどうにかここも攻略していきたいですね、そうそう、秋山さん。だからいや、本当もう徹底的にね、逆方向狙わすとか、はい、今度引っ張るんだったら引っ張るいう、やっぱりやり方で一回、ぶつかってみたらどうかなと思うんですけどね。この二人に関しては特にそうですよね。うん、やっぱこう、普通にやっとったら、普通に打ち取られるんですから。なるほどね。はい。ただこの日心配だったのが大瀬良投手、なんか練習中のアクシデントでね、下半身になんかアクシデントがあるということで、登録抹消。そうですよ。はい、だからそれ聞いた時は、と思ったんですけどね。映像見たら、中川コーチがおんぶして、そうなんですよ。ね、相当ひどいかな、いう感じですもんね。これは心配ですね。うん、去年もそうやったんですけど、今年もまたやっぱこういうアクシデントに、ね。見舞われるっていうのは、また、そうですよね。調子がいいだけに良かっただけにね。はい。カープにとったらもう、いや、痛いです、ね。痛いですよね。この離脱。うん、ちょっと大ごとにならなければいいんですけど、ね。そういうことですよね。はい。さあ、そして。まあ、原因もわからないですからね、そうですね、どこっていうのを、うん。早く帰ってくることを願ってます。そう、願うだけですね。うん、で、金曜日からは、バンテリンドームで中日戦。金曜日は、カープ7対3で勝ちました。3球投げた、打ちました。打球、レフトへ。レフト、スタンド、飛び込んだ、ホームラン鈴木誠也、今シーズン第4号は勝ち越しスリーランになりました。いやー、やっと。いいホームラン打ってくれましたね。いや、本当ですよね。だから、やっぱりランナーがいるときにね、うん、やっぱり4番バッター、鈴木誠也が打ったらね、はい、チームも乗っていきますからね。もうファンも乗りました。はい。いや、本当、本当。だから、それまではね、ランナーを打っても結構三振とかね、はい、ポップフライが多かったんですけどね。うん、この日はやってくれましたよ。ね、やりましたね、はい。やっぱりこのスリーランでその後もね、リードを広げて勝って、連敗を3で止めた日なんで気持ちよかったですよ。いや、本当最高ですよね。うん、まあ、先発ピッチャーがね、はい、遠藤投手だったんですけど、はい、6回、まだ
降板したんですけどね。そうですね、5回持たず降板になっちゃいましたね。そうそうそう、遠藤投手は、はい、うん、だからやっぱこの後に投げたピッチャールーキー、はい、大道、はい、ま、イニングまたぎで6回7回、はい、で勝利投手になりましたからね。プロ初勝利を手に入れましたから、はい、はい、これは一番嬉しかったと思いますよ。そうですね、で笹岡監督とね、あのツーショットでね、最後写真撮っとるとこみたいな、すごい笑顔ですもんね。いい笑顔でしたよ。監督もすごい笑顔だったですからね、はい、はい、この日は嬉しかった。あの先発の遠藤投手どうご覧になりましたか？うん、あの、うん、僕はねそんなに悪くはないと思いますよ、うん、もう一回また彼も投げてく、あのチャンス与えてもらえると思うんですけど、ええ、まあ だから本当言ったら、うん、まだ一軍にねずっと追ってほしいんですけどね、うん、まあちょっとね立ち上がりが、まあ、去年からの課題が、そうそう、ね、それが一番いかんのですよね、うん、あの初回2回にねやっぱり点取られる悪い癖があったですから ね、それ過ぎたら結構いいピッチング、内容のあるピッチングできるんです、うん、ピッチャーなんですけど ね、 はい、ね、まあ、また次ですね。そうそう、はい、あとはこの日は中村翔成選手のプロ初安打っていう嬉しいニュースもありました。そういうことですよね、はい、だから初ヒット、あのまたこの日はねフォアボール絡んでね、翔成のフォアボールからですから、 そうですね、あのスリーランが出たの、はい、そうでしたね、はい、だからもう出塁率は良かったですからね。1打席目三振したんですよ、うん、空振りのね、はい、3球三振したんですけど、あとあのフォアボールと二塁打、ね、素晴らしかったですよ。いい活躍、はい、今後も楽しみです。さあそして翌日土曜日はバンテリンドームでの中日戦、0対5で敗れました。先発の栗投手、この内容はいかがでしたか？いや、あの僕はね栗アレンはね良かったと思うんですけどね、うん、あのやっぱ彼が今一番安定しとるんじゃないかな。うん、うん、7回にねあのやっぱこう投げて、まあ代打出すかなと思ったんですけど、そのまま登板したんですよ、で7回はね自分のミスから、はい、バントの処理ミスからね、やっぱ2失点したのが大きかったんですね。うん、1点だったらまだまだわからなかったんですけどね。そうですね、はい、まあまあ栗投手は安定してますからね。安定してますね、これからもね、はい、はい、大丈夫かと思うんですが、まあなんたってこの試合も打線がね、はい、全くですもんね。振るわなかったんで、いや本当、はい、打線どうにかしてほしいですよね。まあ、だからあのやっぱりね、あの固定できないいうのがね、やっぱこう今の現状じゃないですかね。ああ確かに。はい。まあちょっとそのあたりの復調を願っています。いやだから、うん、この打線ね、うん、僕不思議に思うんですよ。はい、前の日に葉月がね、あの初戦、はい、2本ヒット打ったのに、次の日スタメン外れてるんです。はい、中村翔成もせっかく外野で出て、スターメンで出て。うん、ヒットフォアボールで得点につなげとるんですよね、うんうん、なのにスターメン外れてるんですよね、はい、だから日替わりで1日ずつみんな変えていってるんですよね、はい、だから、うん、もうちょっとこうよかったらそのまま次の日も、うん、使ってほしいなと、うん、まあ個人的な意見ですけどね、うん、ピッチャーによって変えるんだったら分かるんですけど、そうでもないみたいですから、うん、はい、その辺もちょっと考えてもらいたい、はい、さあそして昨日がバンテリンドームでの中日戦、4対2で勝ちました。第5球を投げた、人と低めのボール引っ張った、レフトをボール方向切れるか、フェアワンバウンドでフェンスに当たる、1人帰ってくる、2人目も帰ってきた、逆転。全打点はクロン、これはねクロン選手、はい、はい、タイムリー、2点タイムリー放った時ですね。そうですね、最初の1点もね、はい、クロンがあのライトの逆方向にね2塁打変数直撃打ちましたからね、はい、それで1点取ったんですけど、うん、昨日のクローンはね、あの無理に引っ張ろうと意識がなかったですね。おだから率上げようとして、はい、逆方向のバッティング、はい、いうのを自分でなりにやっとったんじゃないかなと思いますよ。うん、じゃあまあ2軍での調整が良かった、実を結んだというだと思いますけどね、であの多分ね、2軍に行くときに前の日にバッターボックスで右脇をね、はい、ずっとこう擦っとったんですから、ほうほうほう、多分そこのあの故障だったんだと思うんですよ。それがあって逆方向に狙うバッティングを心づけたんじゃないかなと思うんですよ、ええ、それが結果が出たんじゃないかと思いますね、はい、いい方に働いたんですね、はい、逆方向だからあの二塁打打った時も、はい、あのインサイド
スライダーが抜けたのを、パッとこう、逆方向狙っとるから、その腰の回転だけで打ったから、打球が切れなかったんです。あれは最初からホームラン狙って、思い切り引っ張りに行ったら、絶対ファウルになってます。ああ、なるほど。じゃあ逆方向狙いがいい方に働いたって、僕はそう思いますけどね。なるほど、なるほど。はい、まあ、クロンがね、調子上がってきたっていうのは、やっぱり相手チームとしても怖いね、存在になってきたんで。そういうことです ね。まあ、ホームランこそまだ出てないんですけど、でもやっぱり、チャンスに強くなるいうことは、いいことですからね。うん、そうですね。はい、強いバッターが帰ってきたというのは。うん、まあ、そしてピッチャーの方は、まあ、高橋光也投手はね、まあ、勝ち星こそつかなかったけれども、もう上々と、ね。まあ、内容は最高ですよ。ね、はい、5回1安打でしょ、うん、?5 三振、はい、2四球。うん、ですからね、はい。はい。もう先発の役割十分に果たして、お釣り来るぐらいじゃないですか。だからまあ、次がもう期待できるという。そうそうそう。はい、まあ、このね、勝ち投手の権利で、1点リードで変わって、中田蓮がね、出て、やっぱ苦労のあのエラーから失点、ね、2失点して、逆転されて、はい、中村の、高橋光也のね、初勝利が、ね、今年の初勝利がなくなったんですけどね。はい。はい、ですね。まあでも、まあ次が期待できる試合でしたね。そういうことですね。昨日ぐらいのピッチングすれば、どこでも通用しますからね。はい。はい、さあ、そのカープなんですが、明日からマツダスタジアムでヤクルトと、金曜日からは東京ドームで巨人とそれぞれ3連戦となっています。以上、アニアソ八郎直球勝負でした。健やかさまさま。このコーナーは、光仁薬局、サンクス薬局、クルーズ薬局のライフアートグループの提供でお送りします。今週も始まりました、お薬や病気など健康な生活に役立つ情報をお送りするコーナー、健やかさまさま。今日はライフアートグループの薬局にお勤めの薬剤師、宮野さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。健やか、穏やか、宮野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりですよね。そうですね、本当に。お久しぶりです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日は除菌をテーマにお送りします。今やどのお店にも消毒液置いてありますよね。そうですよね。皆さんもよく理解されていると思いますが、コロナ禍の生活に慣れてきた今、もう一度除菌の意識を高めていただきたいと思います。はい。お二人は消毒や除菌で習慣にしていることはありますか？私も小さいアルコール液とか持ち歩いてますよ。はい。僕も店とか入ったらね、やっぱこう入るときと出るとき、絶対やってますね。私もそれもやりますね。はい。まあ、最近はね、いろんな除菌グッズありますよね。薬剤師の宮野さん的におすすめのグッズってあるんですか？はい。実は、ライフアートの調剤薬局でも除菌グッズを扱っているんですが、最近は持ち歩きやすさ重視で、ペン型やキーホルダー型になっている除菌スプレーが人気のようです。キーホルダー型のものはね、カバンにつけてる人見たことありますよ。コンパクトで便利ですよね。机や共用部分などの気になる場所にすぐに一拭きできていいですよ。はい。スプレーの他にも携帯用のハンドジェルもおすすめです。ね、いろんなものありますが、どんなものを選べばいいでしょうかね。はい。新型コロナの除菌には濃度が 70% 以上、95% 以下のエタノールが推奨されています。はい。商品のパッケージに記載されているので、目安にするといいですよ。うん。宮野さん、私、手の消毒をしすぎるとね、手荒れが心配なんですよ。ま、とはいっても消毒しないわけにもいかないですしね。そんな方には、消毒できるタイプのハンドクリームはいかがでしょうか。ほうほう。除菌ジェルも保湿成分が入っているものがありますし、そういったお悩みも、ライフアートの薬局でアドバイスさせてもらいますよ。ああ、そうなんですね。保湿を兼ねたものを探せばいいんですね。ほうほう。薬剤師さんが相談に乗ってくれるなら安心して使えそうですね。消毒するときに気をつけることってありますか？はい。たまに店頭にある消毒液が次亜塩素酸水だったということがありますが、次亜塩素酸はその肌や粘膜にダメージを与えます。はい。次亜塩素酸水はあくまで物に対して使うことが多い、ということは頭に入れておいてください。そうなんですよね。気をつけます。そうですね。まあ、お店に入るとき、流れるようにシュッとこう除菌しちゃいますけど、手指に使っていいものなのか確認してからの方がいいですね。使ってからも大丈夫なものなのかわからない。
という場面でも、うん、携帯用の除菌グッズを持っていると安心ですよ。確かにそうですね。じゃあ、私は保湿効果のある除菌ジェルをね、使ってみようと思います。ライフスタイルに合わせた商品がたくさんあるので、ぜひライフアートの薬局にご相談ください。はい、わかりました。宮野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週は教えてお医者さん企画で、廿日市市串戸廿日市乳腺クリニックの川淵先生に乳がんについてお聞きします。午前様様ラジオカー中継です。今日はどちらでしょう。宮本由紀さんです。宮本さん、はい、おはようございます。おはようございます。広島市中区鉄砲町に来ています。すごく近くなんですけれど、最近ですね、私広電白島線沿いの女学院前駅あたりを歩いていると、建物の1階にカフェのテイクアウトスペースを発見したんです。で、調べてみると、こちらでは味にも見た目にもこだわったドリンクが味わえるという噂を聞いたんですね、うんうん、で、今日早速店内に入ってみると、なんと中はフォトスタジオになっているんですよ。もう一体どうしてなのか、その噂のカフェであるスタンドカフェ一期一会の店長、笠井道夫さんに今日はお話を聞いてみようと思います。笠井さん、よろしくお願いします。お願いします。いや、白島線のこの市電沿い歩いてると、あ、テイクアウトできるカフェができたんだと思って、今日中入ってみたらびっくりしました。なんでスタジオにカフェがあるんですか。スタジオに、もっといろんな人に写真館を知ってもらいたくて、もともとショーウィンドウだったスペースにテイクアウトのカフェを作りました。なるほど。だから一つのお店の中にカフェと、それから写真館があるんですね。実際にこうカフェがきっかけで撮影に来られた方も多いんじゃないですか。中に振袖などもあるっていうことで、はい、お伺いして尋ねられることも多いので、はい、そのまま写真に来てくれることも多いです。いや、本当に確かにフォトスペースの方もすごく気になるなと思ったんですけど、このカフェのテイクアウトスペースにもこう白を基調としてて洋風で、なんかこうコンセプトがありそうですね。2階とか店内のフォトスタジオ店内の方が、はい、欧州スタイルのアンティークを使った白を基調としたお店になっておりますので、はい、そのままカフェの方も白を基調とした店内になっております。なるほど、おしゃれですけど、このカフェ自体はテイクアウトのみですか。そうなんですよ、テイクアウトのみになっております。これが外で買うことができるってことですよね。で、どんなメニューがあるか、ちょっとメニュー表を見せていただきますと、だいたい300円400円ぐらいで、気になったのが白玉入り抹茶くんとか、いちごインミルクゼリーちゃんとかって書いてありますけど、やっぱ人気はちなみにどれですか。今は白玉入り抹茶くん人気です。やっぱりそうですよね。私すっごい気になって、もう中継始まる前に注文しちゃったんですけれど、届いております。抹茶のなんだろう、シェイクスムージーの中間ぐらいかな。で、ホイップクリームが乗ってて、桜の塩漬けが乗ってたりしますね。いただいてもいいですか。どうぞ。いただきます。ん、あ、おいしい。あ、しかも下に黒蜜入ってません。黒蜜入ってます。味もすごく楽しめるし、見た目もめちゃめちゃ可愛いし、しかもここおしゃれだから、どこで写真撮っても映えますね。映えですですね。いや、カフェってこう全然写真館と違うジャンルですけど、こんな美味しい飲み物をこう考えるのも結構試行錯誤されたんじゃないですか。もう毎日何にしようって思いながら、漫画を見ては、あ、これもいいじゃんとかって言って、はい、その作ってみたりはします。すぐ。そうですよね。メニューってちなみにこう季節ごとに変わったりとかするんですか。 2,3 週間でコロコロ変えてます。そうなんですね。もう今年の1月にオープンされたということなので、これからね、ますますこう外でも過ごしやすい気持ちいい時期になってきたので、皆さんにね、こうカフェとフォトスタジオに立ち寄っていただきたいですね。はい、ぜひいらしてほしいです。はい、ありがとうございます。アニヤさん、しおりさん、はい、いや、フォトスタジオ知ってもらうためにテイクアウトのカフェを作ったということなんですけど、女学院前の駅の近くで、すっごく分かりやすいところにあります、もう1階の白いテイクアウトコーナーで、15で、ローマ字の E と書いて一期一会と読むので、なんか読み方までおしゃれ。おしゃれですよね。しかもですね、インスタグラムをフォローしてくださった方には50円引きしてくださるそうです。なので、ね、ぜひ皆さん
このテイクアウトドリンクを持って外でお出かけしてみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということでスタンドカフェ一期一会の店長笠井さんにお話伺いました。笠井さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか特徴的なドリンクで美味しそうですね。ですよね。はい、食べてみたい。ラジオ課中継は宮本由紀さんでした。諦めてたまるかさんからです。中村翔成選手ですが、カープの本職はキャッチャーですが、先週金曜日レフトで出場でした。これからはキャッチャーとレフト両方するんですか。まあ、はい、内野もね、うん、練習しとるみたいですからね。結構ね、サードの方もね。そうですよね。はい、だからまあオールラウンドプレイヤーなるかどうかは知りませんけど、僕は彼にはねキャッチャー一本で勝負してほしいんですけどね。僕個人的な意見ですよ。はい、まあこの間結構ねバッティングの方が良かったので、はい、ねえ、まあこれからいろいろ模索していくのかもしれないし、どうなるのかですね。ですよね。バッティングはもう高校時代からねっていう有名だったですからね。まあ、期待されてるだけにね、広島出身だし、はい、スターですからね、甲子園のね、うん、頑張ってほしいですね、これからも。ね、ビシャモン・ミカモンさんが、先週は打線が振るわず完封負けが多かったです。調子の上がらない田中選手、堂林選手を若手と変えたら、チームの活気が出てくるような気がするんです。二軍では小園選手が頑張っているようですね。アニアさんはどう思われますかっていう。そうですよね。まあ一つそういうのも刺激があっていいかもしれませんけどね。はい、やっぱこう首脳陣の考え方いうのがありますからね。まあどうなんですかね。まあちょっとなかなか今こう調子が振るわないっていう選手は一回こう離れるっていうのはありなんですか。まあ二軍とか行ってちょっと。まあ登録を外すいうよりね、うん、まあやっぱこう代わりを上げてそこで競わすいうのも手はあるんですけどね。まあね、はい、まあだから調子悪い、まあ名前挙げてあれですけど、うん、田中康介なんか、うん、今自分でもちょっとこう休みたいいうのがあるかもしれないですからね、そこのとこが問題ですよね。まあね、なかなかそうですね、何かのきっかけでまたね調子が戻るから、そうそう、一本打てばねまた乗っていけると思うんですけど、ね、みんな待ってますけどもね、そういうことですよ、活躍をね。哀愁のヨーロッパさんが、阪神の西攻略にはボックスに入る前に笑い返す、また西投手を笑わせる、セーフティーバント、わざと当たりに行く格好、心理作戦で西の心を乱す、これもありというなんか、まあ、いいことですよ、面白いこと考えてくれましたよ。いやいやいや、その通りですよ。笑い返しちゃえっていう、うん、いいですねこれ。確かにね、はい、はあはあ、カープの首脳陣にメールしてください首脳陣にメール、アニアさんから伝えるんじゃなくてね。いや、わしらまだ今いけないじゃん、入れないから、話がねあんまりできないですからね。そうそう、できないですからね。笑い返したらそれは不気味でしょうね、心満たされますよ、ね、そういうことですよ。ね、顔見たら腹が立つ時ありますから ね、 そうですね、イライラするし、笑い返しちゃいましょう、はい、ニュースです。11時を回りました。アニア総八さんと桑村詩織がお送りしています。月曜日の午前様様です。続いてはジャパネット高田ラジオショッピングです。ババさんです。ババさん。はいはい、アニアさん、川原さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はですね、はい、いよいよこの商品をご紹介するタイミングになりました。昨年も大反響いただいたあのダウンケットのご紹介でございます。まあ、分かりやすく言いますとね、夏用の肌掛け布団ということなんですけれども、実はですね、この商品、昨年の上半期、ジャパネットでは家電とかね、いろいろご紹介してますけど、はい、それらを抑えてダントツ1位だったのが、一番売れたのがこのダウンケットなんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、ものすごい反響いただきました。世の中にこんなお布団ないんですからジャパネットでしか売ってないんですから、もう本当にすごいお布団。あ、ちょっとね熱が入りすぎたね。いやだからこそちょっと落ち着いてね、ここから行きますけれども、実はもうご紹介をスタートしてから6、7年になるんですけど、はい、シリーズ累計170万セットが売れております。それぐらい人気のお布団。なんでこんなに売れるかと言いますとね、今の時期ってお布団が難しいんですよ、うん、難しいっていうのは、例えば今のタイミングだと冬のお布団だとなんか今日暑すぎる ね、ただ夏のタオルケット1枚だと夜中にブルブル、いやいや、あ寒、ね、
朝方冷え込むじゃないですか、はい、今朝なんかもそうでしたよね、そうなんです。だからちょうどこのタイミングでお手にしていただいたら、皆さんがちょっと寒いなって感じるときにはぬくぬくっと温めてくれます、うんうん、でちょっと今日ムシムシするなっていうときにはサラッサラ快適にしてくれます。なるほど。そう、暑い夜でも寒い夜でもどっちでもいけるっていうのがこのダウンケットという商品なんですよ。タオルケットじゃないんです、はい、ダウンケット。中にはダウンが使われております、はい、ダウンっていうのは冬の、あの羽毛布団に使われるダウンなんですよね、はい、で今回上質なフランス産のダウンを中に使っております、うん、そう、ここが大事なポイントで、いいダウンはですね、はい、呼吸してるんですよ。ほう、ちゃんと呼吸してます、はい、だから皆さんがちょっとねムシムシするなっていう時には、うん、皆さんの汗をスーッと吸って外にふわーっと逃がしてくれてるんですね。そうなんです。で寒いなっていう時にはダウンの効果でぬくぬくポカポカ温めてくれるわけなんですよ、うんうんうん、そう、ダウンを中に 50% 使っております、はい、50% はフェザー、はい、これもフランス製だから中身は 100% フランス産ということなんです、うん、おフランス 100% なわけですよ。あらら、ね、これだけでもコストかけて作ってますよ、はい、それに加えて今回外側のこの側生地はフランス人デザイナーの方に描いていただいてるんですよ、だからねちょっと爽やかな、なんかあのね、アニアさん家に置いてあるような、うん、ほら高級なねあの水彩画、ね、モネの水彩画置いてあるでしょ。そう、何枚かあります。何枚かね、そうですよ、奥かけて買われたやつね、はい、あれと同じようなイメージのまさにフランス的な水彩画をイメージさせるデザインで描かれてる。もうお部屋にこれがね並んでるだけでもうなんかここはオフランスですかっていう感じのね、そんな爽やかなお部屋に描いてくれるわけなんですよ、はい、いいですよこのお布団、うんうん、しかもですね、はい、ここが私一番のお気に入りポイントなんですけど、普通ですねダウンが使われた商品ってダウンコートでもそうですけどクリーニングに持っていくじゃないですか、はい、お手入れ、ね、それがなんとこのお布団ご自宅の洗濯機でジャブジャブ洗えるお布団なんですよ。そうなんですね、洗って大丈夫なの、はあはあ、そうということは汗が気になったら毎日でも洗っていいんです、うん、で吸湿性放湿性が抜群だから朝洗ったらもう昼過ぎには乾いてますからね。そうだから毎日清潔なお布団でお休みいただけますっていうことなんですよ、はい、特にね汗っかきのお子さんがいらっしゃるご家庭とか、うん、お父ちゃんちょっと夜中にいっぱい汗かいてね、いつもなんかお父ちゃんの匂いになってるよこのお布団っていうのあるじゃないですか、ね、そのお布団も毎日洗えるからもう清潔感が違ってきますと。いいお布団なんですよね、うん、いやだからこそですねもう今回はぜひ皆さんに使っていただかなきゃいけませんので、はい、お値段なんですよ。だってねフランス人デザイナーが描いたデザインで中は 100% フランス産ですよ。どう考えても高そうじゃないですか。それがなんとお値段、はい、税込み価格で9980円なんです。お、ね、しかも、はあ、これ1枚のお値段じゃないんですよ。これブルーとピンク2色ありまして、はあはあ、2枚をセットにしております。はあ、2枚セットの9980円なんですよ、超安くないですかこれ。オフランスですよだからさ、ね、ね、びっくりなんですよ。だから昨シーズン上半期に一番売れましたっていうのはこういうことなんです。安すぎる本当に。いやだってこれでねこれからのシーズンねまさに夏まで使っていただいて秋口もやっぱり冷えるからまた使えるわけですよね、うん、で冬以外の3シーズン1年で使えるわけです。ほうほう。だからお手になさったお客様必ずおっしゃるのは、うんうん、1年の中で一番長くかけるのがこのダウンケットだっておっしゃいます、はい、それぐらい大活躍するお布団が2枚ですよ、2枚セットの9980円。安くしすぎだっていう話もあるんですけどねいいんです、はい、もうぜひ皆さんに使っていただいてこそ商品は喜びますから、ぜひぜひ皆さん気になった方はお早めに、はい、0120-441-555 番 441-555 番でお電話お待ちしております。馬場さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピングでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。
御前様会議その2。今週のテーマは限界ラバーズ、限界のお話です。エイトさん、カープグッズを集めるのが趣味の私、うん、特に選手の初〇〇記念グッズであるとか数量限定〇〇グッズや期間限定グッズなどを目にするとすぐに反応し買ってしまいます、うん、買い続けて数年、カープグッズが押し入れからはみ出してしまい限界を超えました。家族からの指摘もあり、これからは買い控えをします。あら、ちょっと控える。いやいや、本当ですよね。すごい。治んないじゃないですか、そう言いながら。と思いますよ。出たらすぐ買いに行く。だってここまで集めたのに、次の瞬間から買わないってできないでしょうね。できないでしょうね。あの選手のも買ってからこの選手の限定グッズ買わんのはな、みたいなね。うん、なりますよね。絶対行くようになる。うん、なんかこう、うまく収納できるように工夫するしかないですね、これ。そうですよね。まあ、たくさん買わずにね、うん、1枚ぐらいにしとけばいいじゃないですか。あ、だから同じの。でもね、そうは言いますけど、ダニエさん、どんだけグッズ商品があるかっていう、何種類あるかって話ですよ。もう、だいたい想像はつくんですよ。だってカープも次々出しますもん。まあ、すごい。すごいですよね。はい、最近ユニフォーム、期間限定ユニフォームが多いじゃないですか。多い。ねえ。そう。だからあれ買ったらワンシーズンも何着買うって話ですよね。ですよね。だから今回の阪神のユニフォームなんかでもね。あれすごい虎柄ですね。そうそうそう。ちょっとどぎついかな、いい感じはするんですけどね。まあでもあれはあれでちょっと一枚持っとこうかなって思いますもんね。そうそう。だからカープグッズもまたあるんじゃないですか、次々母の日に向けてのユニフォームとか、また出てくるでしょうね。毎年恒例のね、気になりますね、そうなると。大道とか、はい、ね、栗林が連勝したら、やっぱまた出るかもしれない、ね。そういうのも出るでしょうからね、はい、T シャツも。困りましたね、エイトさん。本当本当。控えることができるかどうか。うん、デイブリン母さん。私が息子を出産するときのこと、出産予定日を過ぎても生まれる気配が全くなく、担当医から、今日中に生まれなかったら明日は帝王切開しますと言われました、うん、ああ私はお腹を撫でながらなんとか今日中に出ておいでと話しかけ気分を高めました、うん、するとタイムリミットギリギリおよそ5時間前になんとか出産することができました。ああ、よかったですね。じゃあ、そう、こればっかりはなかなかね、ねえ、はい、ギリギリまでどうやっても生まれないものは生まれないし、そういうことでしょうね。うん、うんうん、フリーチャー大好きさん、子供の頃から歯医者が嫌いな私、二十歳代の頃に待つのが嫌なので診察時間が終わる頃に歯医者に行きすぐに呼ばれると思っていると、まだ一人治療をしている方がいたので待合室で待っていました、うん、中で機械のキーンという音とおじさんの痛いという声が聞こえてきてドキドキ、深呼吸をしたりトイレに行ったり本を読んだり見たりして気を紛らわして待っていましたが、前の人がなかなか終わらなくて、私の我慢の限界が来て、気分が悪くなってきたので、そろーっと歯医者から逃げ帰りました。はいはいはい。が、翌日痛みがひどくなったので、意を決して歯医者に行くと、先生に、逃げて帰っても治らないよ、と叱られました。本当よね。そりゃそう。いやいや、歯医者好きな人はいないと思いますけどね。どうしてもね、ちょっとこう痛いイメージありますけどね。うん、まあ人のね痛みの今コロナ注射打っとるじゃないですか。ワクチンですか。見とってね痛そういう感じますもんね。垂直にブスンと打ってますもんね。そうそう、はい、結構ね針長いでしょあれ。長い目みたいですけどね。まあ、あれ見とったら嫌になってでもねこればっかりはね。そう、まあアニヤさんとか、まあ、年齢順にいくと私よりアニヤさんの方が先に順番は回ってきそうなんで、はい、どうなのかなと。いや、本当ですよね、アニヤさんに間違いなくみんな聞くと思いますよ。いつ頃になるのか知らないですけどね。まあね、うん。おめめちゃん、限界まで使うもの、それは化粧品です。ファンデーションも口紅も穴が開くまでこれでもかっていうくらい使います。でも外出するときはさすがに人に見られるのが恥ずかしいので別の新しい化粧品を持っていきます。うん、わかりますね、はい、チューブの薬とか歯磨き粉あるじゃないですか、はい、それでもそうですもんね。もう限界まで、はい、もうぐーっと絞って絞って、はい、もう私も限界まで限界まで諦めないですよ、うん、もう使いまくってますけどチューブですよね。
でもおめめちゃんとね、私も一緒、限界まで使っている化粧品人に見せるの恥ずかしい。ああそうなんだ。もうファンデーションが粉々になってたりするのを見せるの恥ずかしいんで、新しいものを外では使い、家でねお化粧するときはそれをペッペッペッって使うんだ、うん、はいはい、あれその口紅とか紅筆で深くまで差し込んでまだ出るなっていうぐらい使いますから、はい、ちょっとそれをね外でねトイレとかでこう他の人に見られるの恥ずかしいんで、うん、家で、はい、家でこっそり、いいことですよね。そうです、無駄がないんです。そうそう、節約するんですね。おめめちゃん仲間もいます、一緒です、はい、ただ私は母親に呆れられてます。もう捨てていいんじゃないって。あ、今週の会議はテーマは限界ラバーズでお送りしています。このコーナーでは冠婚葬祭に関するさまざまな疑問や知っておくべきマナーをズバリ教えていただきます。ご指南いただくのは沈没の大臣ギフトランド店副店長河野晴美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギリギリまでっていう話ってあるんですか。はい、ギリギリというか限界を感じてることなんですけど、はいはい、私フラメンコをしていますが、はい、スペイン語が何年経っても一向に喋れなくて、もう私にはセンスがないなと思って限界を感じて諦めてたんですけれど、先日先輩からダメって心を閉ざしたら何も入ってこないよっていうアドバイスをいただいたので、またちょっと心をちょっとずつ開いて頑張って勉強しようと思います。うわ、語学はね難しいですよね、はい、なかなかね。スペイン語、はい、はい、スペイン語ね、もうスペイン語って思い浮かばないぐらいですからね、なかなか。チャオとか、あ、オーラーです、オーラ、こんにちは、もうめちゃくちゃですよ。さあ今日もですね質問届いてまして、チューバ奏者さん、私の母の一周忌を6月に予定しているんですが、通常だと広島以外に東京在住の兄弟親族にもお参りしてもらうんですが、この新型コロナの感染拡大防止で移動制限もねあることも考慮して広島にいる家族だけで実施しようと思っています。こういったことは初めてなんで、他に準備すべきこと、注意すべきことなど教えていただけないでしょうか。はい、まあ、まずは事前に時節柄広島にいる家族だけでご法要しますということを皆様にお伝えください、はい、そしてあとは通常の法要と一緒で構いませんけれども、法要後にはまた無事に執り行いましたっていう報告をしてください、皆様にね。はい。それとあと参列できなかった方よりご仏前をいただきました場合はお返しを送ります。大体いただかれた金額の半額が目安ですのでご参考にされてください。はい。では今日のテーマ参りましょう。五月人形、鯉のぼり。まず、五月人形である、鎧、兜。これ、飾るのはなぜなんでしょうか？はい。鎧や兜は、命や体を守る象徴として、事故や災害から男の子の身を守ると言われています。はい、お子様が怪我をしないように、健康に育つように、病気をしないようにという願いを込めて飾ります。その五月人形なんですが、誰が用意したらいいでしょうか。母方の実家、あるいは父方の実家、どうですか。はい、一般的には母方のご実家が用意されるという方が多いです、はい、また鎧や兜飾りなどの室内に飾る内飾りは母方が用意して、鯉のぼりなどの外飾りを父方が用意するというケースもあります、うん、はい、可愛いお孫さんのお祝いですので、両家で話し合って決めるのもいいと思います。なるほど。で、あと、まあ、気になるお値段なんですが、大体皆さんどのくらいのものを買われてるんですか？はい。鎧飾り、兜飾り、ケース飾りと種類も様々ですので、うん、お値段もいろいろですが、平均しますと15万円から20万円くらいがよく出ています。最近人気があるのは、すべて箱の中に収めることができる収納タイプと呼ばれるものです。また3歳から5歳頃に実際にかぶれる着用兜飾りも人気です。人気のある鯉のぼりはありますか？はい、ベランダに鯉のぼりを建てられないマンションの方には、高さが60センチから90センチくらいの室内鯉のぼりが人気です、兜飾りの横に一緒に飾ります、はい、ベランダに鯉のぼりが建てられる方は、親の鯉の長さが 1.5 メートルから2メートルで、ポールの長さが2メートルぐらいの鯉のぼりが人気です。鯉の生地もいろいろありますが、溝を弾くパールトン加工のものがよく選ばれています。なんといっても鯉のぼりはお子様が喜ばれますので、ぜひ立てていただきたいですね。大臣では現在5月人形のラストセール開催中でしたよね。
はい、ただいま大新では五月人形を特別価格でお買い求めいただけるラストセールを開催中です。はい、商品点数に限りがありますので、今年お子様やお孫様に五月人形をお考えの方はお早めにお近くの大新にお越しください。では河野さん、次回のテーマ教えてください。はい、次回はブライダルです。はい、では次もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お話は新物の大新ギフトランド店副店長河野晴美さんでした。さあ、それでは御前様クイズの当選者の発表いきましょうかね。はい、今週は会議のテーマが限界ラバーズということで、アニアさんから問題を出しました。はい、アニアさんが尾形監督時代に臨時コーチをされて、その時にカープの、まあ、ユニフォームとかカープグッズをね、一式支給されたんですが、はい、その中のものを今でももう限界になるぐらいまでかなりボロボロになってるのにまだ使ってるものがあります。はい、何でしょう。うん、靴、はい、シューズですね。シューズ、はい、赤いシューズを、赤いシューズじゃあまた今週もそのシューズを履いてウォーキングするんですね。まあ、まだ1週間ぐらい持つと思いますが何日持つんでしょうねそうそう、ただまた鍋になったら新しい、そうそう、もう赤いシューズ、ね、2足ほどありますからね、まだ余分にはどうなったか、またじゃあダメになったらお知らせください、はい、さあ、当選者なんですけど、この方ラジオネームなるるさんです。川中醤油の芳醇天然かけ醤油ボトル減塩タイプボトルと季節のおすすめをお送りします。おめでとうございます。おめでとうございます。マリッピさんから、マニアさん、昨日ユウスケが2軍の試合で先発しました。野村投手ですね。はい、5回を投げ4安打1失点という結果でした。ゆうすけには自分の球を信じて腕を振って投げてほしいです。ゆうすけの姿を一軍のマウントで見られることを信じて待っていますと。いや、僕も待ってますもん。うん、はい、はい、まあ、昨日ね、ウエスタンリーグで投げて、まあね、そうですよね、内容的には最高ですよね。いい、5回投げて4安打1失点 で、うん、ですからね。そうですね、はい、まあ戻ってきますね。帰ってきますよ。絶対ね。はい。はい、必要ですもん。うん。はい。そうです。まあちょっと、今また特にその先発が大瀬良投手の離脱ということもあるんで、不足してるんで。うん、と、やっぱチーム引っ張る人がね、うん、必要ですからね。そうですね。やっぱり、ぜひ上がってきてもらって、若い選手が多いですから、うん、ね、引っ張ってもらいたいですね。そうですね。はい、まあしかしでも2軍の、こう、ピッチャーの面々見ると、すごいですよね。岡田投手もいるし、今村投手も昨日もね、投げてますし。まだこれに市岡、中崎がいるんですからね。すごいメンバーですよ。まあ、今ね、中継ぎが非常に若手が好調ですからね、はい、なかなかこのベテラン勢も上がってこれないかもしれませんが。そうそう、あれですよね、中村ですよね、はい、強兵。ああ、はいはい、はい、うん。彼、やっぱり左がね、欲しいですよね。そうですね。はい、一人。また、まあ、どういうことで、こうね、入れ替わりがあるのか分かりませんが。森浦が状態がどうか分からないですよね。昨日と、抹消されてましたからね。そうですね。したらどうしても堀江だけに左がなるから。そうなるとね、はい、期待がかかりますね。はい、必要なんですよ。もう一枚必要ですからね。ね、はい。あとね、矢野の八十助さんは、カープは打順をいじりすぎなんじゃないですか。特に2番バッターですが、アニアさんどう思われますかっていう。まあ悪いからいじるんだろうけど、やっぱこうね、最初でもだいぶ我慢して田中康介使っとったんですけどね。まあちょっとさすがにね、打順は、そうですよね。その後に阿部が入ったりね、はい、中村が入ったり、葉月が入ったり、いろいろ、はい、もう手探り状態ですもんね。なかなかね、まあ、今菊池選手が一番で、まあ、菊池選手の後っていうところが、ね、そう、菊池がねやっぱ絶好調だけにね、そうなんですよね、はい、なんとかね、そうですよね、うん、固定ができればいいんですけど、いや、それが一番ですよ。固定できたらチーム打率も、チーム打率も上がってくるし、得点も増えてくると思いますからね、はい、まあね、吉浦のスポーツ大好きさんは、まあ、田中菊コンビは復活してほしいという願いで、ね、その通り、それが一番ですよね、まあ、一番こうベストですよね、はい、調子戻してきてもらって、うん、もう田中菊で、そう、はい、まあでもそうは言ってられないので、とにかく今はね、そうそう、はい、うん、まあいるメンバーでね、はい、やっぱ叩くしかないですから、そうなんですよ、うん、はい、
明日からですからね。そうなんです、明日からはマツダスタジアムで火水木とヤクルト戦、そして金土日と東京ドームで巨人戦なんですが、どう見ますかヤニヤさんこれ。いやいや、だからいつも言う、まあ、口癖みたいになってるんですけど、はい、2勝1敗で、うん、ぜひ行ってもらいたいですね。そうですね、はい、結構ヤクルトに意外にちょっとカープ弱かったりするんで、ね、あの 打線的にはね、はい、ヤクルト結構打ってますからね、今、うん、要注意ですよ、ここちょっと要注意。はい、そしてまあ巨人戦もね、やっぱりそうそう、うん、巨人今2位ですからね、そうね、結構貯金してますからだからあの3連戦のね、うん、頭ですよね、はい、それを取ったら楽に、あとの投げるピッチャーが楽になると思いますから。そうですね、3連戦の頭が大事になってくるんじゃないかな、うん、まあね、はいはい、まずは、まあ、森下投手になるんでしょうね、はい、今度はいいピッチングで期待しましょう。それはもう期待するしかないですね、大丈夫でしょうね、はいはい、それではまた来週お会いしましょう。桑原しおりとアニア総八でした。